まあ、あるけど、全部かかってるわけでもないけど、八千穂と比べるとどっちが広いんだろう。八千穂と比べるとこっちの方が若干広いかもしれないな。待ち時間はなし。リフトの待ち時間10時前だけど、リフトの待ち時間はなし。ゲレンデの様子はこんな感じ。